1920年代か1930年代のライトラーの写真チャールズ・ハーバート・ライトラーはイギリスの航海士、海軍軍人。客船タイタニック号の二等航海士だったことで知られる。救命ボートへの避難誘導にあたっては、左舷ボートを担当し、女性優先を徹底した。自身は一度海中に落ちたが、ひっくり返って上下逆さまになっていた。 ビーゴーボートにしがみつくことに成功し、明け方までビーゴーボートのキールの上でバランスを取り続けて、生還を果たした。1874年3月30日、フレデリック・ジェームズ・ライトラーとその妻サラ・ジェーン・ライトラー、旧姓・ビドーズの次男として、ランカシャー・チョーリーに生まれる。母サラは、チャールズの誕生直後に、昇降熱で死去し、父フレデリックは1876年に、 マーガレット・バートンと再婚した。チャールズが10歳の時、父フレデリックは家族を連れて、ニュージーランドへ移住した。13歳の時の1888年2月から2500トンの4本、マストバーク型ホブネプリムローズヒル号で働くようになった。続く、ホルトヒル号での航海では、南大西洋やインド洋などで、マストが嵐で破壊されて難破する体験をした。 大型ホブネアバコーン公爵号で英国へ帰国した後、再びプリムローズヒル号で英領インドカルカッタまで公開。カルカッタ滞在中に二等公開士資格に合格した。その後大型ホブネのナイトオブ、セントマイケル号の三等公開士となり、貨物の舵事を経験、消化の際の功績で二等公開士に昇進した。1895年にエルダンイコールデンプスタ。 アフリカンロイヤル、メールサービスに入社し、蒸気船でのキャリアを始める。3年にわたって、西アフリカ海岸の航路で働いたが、マラリアを罹患して死にかけた。1898年には、ユーコンのゴールドラッシュに参加したが、1899年に無一文になって、イングランドへ帰国。船長資格を取得し、グリーンシールズコーイーに入社して、 ナイト・コンパニオン号の3等航海士となった。1900年1月にホワイトスター・ラインに入社し、オーストラリア航路のメディック号の4等航海士に就任。しかし、ボーア戦争中のシドニー港においてデニソン、トリデニ、ボーアの旗を掲げるという事件を起こしたため、北、大西洋航路へ転属され、マジェスティック号やオーシャニック号で1等航海士を務めた。 1910年頃のライトラー1912年4月10日から、処女公開に出たタイタニック号に二等公開士として、乗船した。当初は、エドワード・スミス船長とウィリアム・マクマスター、マードック公開士長の下で一等公開士になる予定だったが、急遽、ヘンリー・ティングル・ワイルドが公開士長となったため、マードックは一等公開士、ライトラーは二等公開士にそれぞれ降格された。 また二投稿開始になる予定だったデイビッド・ブレアは乗船しないことになった。スミス、ワイルド、マードック、そしてライトラーの4人が交代制で指揮を取った。4月14日午後6時から午後10時まで到着をした後、マードックと交代。睡眠をとるため船室へ戻っていった。午後11時40分にタイタニックが氷山に衝突した時には船室で寝ていたが、 衝撃で目を覚ました。ボートデッキに駆け上がって周囲を見回し、スミス船長とマードックが右舷の翼に立って後方の闇を見つめているのに気づいたが、自分は当直ではないのだから関係ないと考えて部屋に戻って再び眠りにつこうとしたが、大きな音が頭上から聞こえるので結局眠れなかった。4月15日に入った午前0時5分頃に4頭、航海士。 ジョセフボックスホールが起こしに来た時には目を覚ましていた。午前0時20分頃、スミス船長はマードックを、右舷ボート、ライトラーを左舷ボート担当に任じた。女性優先を緩やかに解釈して一部男性も乗せた、マードックに対し、ライトラーは、女性優先を徹底し、男性をほとんど乗せなかったことで知られる。二号ボートに、 多数の男たちが乗っているのを見つけた時には彼らに銃口を突きつけながらそこをどくんだ。腰抜けども全員降りろ。と指示し男たちをボートから叩き出している。船がすでに大きく傾いていた午前2時15分頃航海支出の屋根に備え付けられた折りたたみ式の B 号ボートを左舷デッキに落とすため航海支出の屋根に上がっていたライトラーは 人々が続々と海に飲み込まれていくのを見て、これまでと判断して、海に飛び込んだ。海中に落ちたライトラーは、ひとまず近くに見える、見張り台の方へ向かって泳いだが、見張り台はすぐに、海中へ沈んでいったので向きを変えて泳いでいたところ、海中に引きずり込まれた。先週の第一煙突の前に、幅6メートルの吸気口があり、それに引き込まれたのだった。海中で、ライトラーは、 鉄格子に貼り付けの状態になったが、しばらくすると吸気口から大量の空気が吹き出てきたため、海面まで吹き飛ばされた。その直後再び海中に引きずり込まれて、別の鉄格子に貼り付けになったが、またも空気が吹き出て海面に押し上げられて、ひっくり返っている B 号ボートの近くに飛ばされたので、そこまで泳いでしがみついた。後日の遺体回収作業で発見された上下逆さまの、 まま浮き続けるビゴ号ボートライトラーがしがみついた、B 号ボートは沈むタイタニックに引き込まれそうになっていたが、煙突が倒れてきたことで船から30ヤード遠くへ押し流されたため、沈没に巻き込まれることは免れた。その後もビゴ号ボートは上下逆さまのまま、ライトラーはじめ20人から30人ほどが、キールの上に登って浮き続けた。ライトラーは、冷たい海中に沈んでいたため、 はじめ意識が朦朧としていたが、徐々に意識を取り戻して、キールの上に登った人たちのまとめ役になった。ボートのバランスが崩れないように全員を、中心線の両側に二列前向きに並ばせ、波で、ボートが揺れるつど、左に寄れ、右に寄れ、等の指示を出した。しかし、体が冷え切っていた彼らが、ボートの安定を保つためにずっと動いていなければ、ならないというのは、 体力的に厳しく、限界に達した者が、数と、また一人と崩れ落ちて、海に落ちていった。明け方まで耐えた後、明るくなってくると、他のボートを発見したため、笛を吹いて、助けを求めた。それを聞いて12号ボートと4号ボートが駆けつけて、来たのでライトラーか下生き残っていた者たちはそれに、移った。その後、カルパチア号に救出された。生還した。 タイタニック公開士4人の記念写真。後ろ左から、ロー、ライトラー、ボックスホール。座っている人物は、ピットマン4月18日に、カルパチアゴンがニューヨークに到着した時、アメリカ上院通商委員会では、事件の法を受けて、特別商委員会が設けられており、ライトラーは、最初の商人として出廷した。その夜の異常な状況を強調して、自分の冒険談を、 スリル満点に語った彼の証言は、ホワイトスターラインの自己責任から、大衆の目をそらさせるのに役立った。ブリッジの公開手順も、氷山の接近を知らせる6つの別々の警告の、無視も、見張り台の双眼鏡が支給されなかった理由も、聞かれずに済んだ。1913年5月に、王立海軍の予備役の注意となる。第一次世界大戦が勃発すると水雷帝の、 艦長となり、主君十字章を受章した。しかし、ドイツ海軍潜水艦 UB-110 の艦長の証言によると、1918年6月にライトラーが指揮するリバー級駆逐艦ギャリーに UB-110 が撃沈されたとき、その生き残りの一部がライトラーによって虐殺されたという。1918年6月10日に予備役勲章を受勲。 7月には少佐に昇進した。1919年3月31日に中佐に昇進するとともに退役した戦後はホワイトスターライン社に戻り、セルティック号の公開市長などを務め、約20年にわたってホワイトスターラインに奉職した。第二次世界大戦のフランス戦の最中の1940年にはサンダウナー号でダンケルクへ向かい、 ドイツ空軍の空爆や銃撃をかいくぐって131人のイギリス兵を救出した。しかし対戦中に息子、ハーバート・ブライアン・ライトラーとロジャー・ライトラーが戦死している。1952年12月8日に死去した。遺体はモートレーク火葬場で火葬され、遺体は強くの庭に巻かれた。ありがとうございます。